2012年は中国ネットユーザーの天下でした。特にミニブログによる悪を暴き腐敗を一掃する動きは絶大な効果を見せました。ミニブログは腐敗一掃の主戦場のようになり、時計兄貴、時計親父、不動産親父、不動産ババアなどの汚職官僚や陰口官僚は身を隠すことが難しくなりました。昨年9月、陝西省安全監督局の楊達斎局長が重大な交通事故現場で微笑みを見せた写真がミニブログに掲載され、民衆の怒りを買いました。ネットユーザーらの人肉捜査を経て探し出された楊局長は少なくとも13個の高級腕時計を所有。これがきっかけで取り調べを受け失脚。ネットユーザーらによって時計兄貴と名付けられました。その後ネット上では官僚の高級腕時計に対する人肉捜査ブームが巻き起こりました。真っ先に見つけ出されたのは陝西省の李錦忠副省長。李副省長は時計兄貴楊達斎をかばうため、自分もいくつか高級腕時計を持っていると宣言。ネットユーザーから時計親父の称号を与えられた上、少なくとも20カ所以上の高級不動産を所有し、愛人の数も三桁に上ることが暴露されてしまいました。続いては福建省交通庁の李徳金庁長。腕には70万円相当のラドーの腕時計、腰には20万円相当のエルメスのベルトをつけて登場し、ネットユーザーから時計親父庁長と名付けられました。また、李庁長は自分に関連する新聞を省にまたがり数十万部も廃棄したことで、世論からの強烈な批判を受けています。このほか、不動産親父、不動産ババアも次々と現れています。例えば、広東省広州市都市建設の退職幹部、李雲強、24の不動産を所有し、ネットユーザーから不動産ババアの称号を与えられました。同じく広州市の万屋都市管理総合執法支局の蔡賓局長は、22の不動産を所有していることを暴露された後失脚、ネットユーザーに不動産親父と名付けられました。しかし最も呆れるのは、おそらく重慶市官僚の来政府でしょう。本人の要望に加え、18歳の愛人とのみだらな映像の流出が話題になり、中国社会を騒がせましたが、わずか3日後、職務を解任されました。来政府事件は、さらに多くの汚職官僚、陰口官僚にも影響を及ぼしています。来政府のビデオを暴露した、朱瑞芳さんによると、手元には類似映像が5、6本あり、映っている男性はいずれも重慶市の長クラスの官僚で、うち4人はまだ在任中だそうです。ミニブログで暴露される事件は、枚挙にいとまがありません。権力が監督を受けない中国共産党体制下において、ミニブログは人が多く、力が大きい特徴を生かし、すでに反腐敗の先頭に立っています。2012年は、ミニブログの力が汚職官僚や陰口官僚と激しい戦いを展開した年でした。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他像专制同志，政府与危险之间，大于家吗？